さてと、ただいまね、ちょっとゾンビピックファームの建設に取り始めました。なんか途中途半端なものがいっぱいあるんですけど、とりあえず、どこに建てるかだけ決めて、まだね、黒曜石が半分ほどしか集まってないので、まあ、いろんなところをね、ちょくちょく触りながら少しずつ進めていくというのがね、プランなので、あっちやったりこっちやったりということでね、徐々に進めていく感じでございます。私すぐ飽きてしまうので、同じ作業してると、例えば黒曜石取り続けてるともうすぐ飽きちゃいますし。と いうことでね、もうこうやってってね、いろんな作業を、していくわけなんですけれども、これハーフブロックじゃなくてもいいかな、これ。こうする？これだと上に上がれないんじゃない？多分ね。ほら。よし。上がれんのか。上がれないよね。そうだよね。これハーフブロックにする意味はあんまりないね。そうなると。あ、モンスターが湧かないぐらい。どうしよう。あれ。今ね、プラットフォームだけ作って、黒曜石でね、作るので、いやー、ミスると大変ですよね、ほんと。もう。クリエイティブだとね、素手でペコペコって言って壊せるからいいけど。ほんと泣きたくなっちゃいますよ。黒曜石で物作って壊さなきゃとかになると。今回作るの規模が凄まじくでかいやつなので、じゃあ位置変えるか、みたいなね、ことはもう、口が裂けても言えないわけですよ、もう。もうそのまま放置ですね、多分。そんなことになったら。新しい場所見つけてまた建て直すって感じになると思いますけど。希望だけお伝えしておくと、クリエイティブでね、ちょっと簡単に作ってみたんですけど、かなり効率がいいんで、トラップタワーより下手すると効率いいんじゃないの？まあ、建てるのはね、黒曜石がね、必要っていうことで、ちょっと時間はかかりますけど、まあ、金がね、クリエイティブで作ったら、もう本当に30分、20分ぐらいの放置で、いくつ？金のあれがすごい手に入ったんで、これはニヤッと言ってね。ぜひ作ってやろうっていう感じですけど、私作ったことないんですよ、ゾンビピックマンファームって。Xbox 版だとね、そこまで効率上がんないので、ネザーをね、徹底的にハーフブロックとかで埋めればいいですけど、同じくね、黒曜石を使ってゲートをたくさん立てて、地上で沸かせるということもできるんですけど、いやー、それもね、あんまり、そこまで私はメリットを感じなかったんで、やりませんでした。マインカートとかね、そのトロッコも、敷設もそこまで大変じゃなかったので、なんていうのかな、そんなに距離がね、ないので、どっちにしたって。そんなに至る所に、ま、あのトロッコ引かなくても移動できちゃったので、ね、ネザーのトランスポーテーションもないですし、Xbox 版ではね、やっぱネザーを使ってまで遠いところに行こうとかそういう感じではなかったので、やっぱ狭かったんでね、マインカート敷いて、ね、2分ぐらい、3分ぐらい走ってればもうマップの隅っこ到達するっていう感じだったんですけど、こっち違いますからね、マインカート10分以上乗っててっていう感じになっちゃうんで、全部マインカートに任せようとするとね、よし。じゃあ、カットしながら進めていきます。とりあえずここで上がれるようになったね。OK。じゃあ、砂岩が使いたい放題っていうのがいいですね。これ Xbox バージョンではなかったですね、こんなことは。家からどれぐらい離れてるかっていうと、家のネザーゲートがそこ。めっちゃ近いでしょ。遠いように見えてすぐ近くっていうね。
このシステムおすすめですね、やっぱね。家から、いろんなところに行きやすくなったんで、だいぶ便利ですね。よし。まだね、あのビッグチェストも一番最初に取り掛かったのにまだ終わってないっていうね。その羊のやつもやってないし、いろんなやつに手をつけ始めちゃって、もう全然あの進んでない状態です。本当に砂砂砂砂岩足りないだろうな、これじゃあ向こうから取ってくるか。さて、だいぶ作業をしてですね、だいぶっていうかそんなでもないけど、敷き詰めたのと、あとはそうですね、ここがね、ゾンビピックマンを倒す場所になるんですけど、左側がちょっとオートマチックにするつもりですね。フロートで、倒し続けるというちょっとねアイディアがあるので、それを、入れるっていうのがこのチェンバーですね。でこっちの右のチェンバーが、自分で倒すという感じですね。あのポーション台をここら辺にセットしてバンバンポーションを投げつけてやるっていう感じ。それでね、残念ながらゾンピックマンは炎に耐性があるのでラーバが使えないんですよね。スケルトンで使った時のね、それは残念でたまらないけれども、クラッシャーを使うしかないので、今回はね、まだセッティング中なんですけれども、ホッパータイマーを使って、2つのピストン、赤ちゃんのね、ゾンビピックマンもいるので1マス範囲にもピストンで潰さないと全員死んでくれないっていうのと、なぜか固まるとゾンピックマンピョ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 ン飛び跳ねるので、頭の上を塞いでから、ボタンを押して、出すと。今まだタイマーセットしてないんでね、もっとすぐに戻っちゃいますけど、でこれは上に水路があるんですけど、水路の方向を変えるというね、オートマチックかセミオートか変えるって、セミオートじゃないか、自分で倒すからね、経験値ファームと、アイテム回収用を切り替えるというだけのボタンを、設置して、どうかなと思います。これとこれまとめることできるんですけど、ちょっと後ろごちゃごちゃするんで、もう今回はもうめんどくさいのでこれ楽ちんなんでね、やっていこうかなと思います。で、そうね、一応ですね、ホッパータイマーは以前紹介したね、アメリカで非常に有名なね、イソさんっていうね、イソさんでいいのかな、一休さんみたいだけど、方がね、考案したこのホッパータイマーね、使ってちょっと変えてみようかなと思ってます。通常だったらね、このレッドストーンが行ったり来たり行ったり来たりするので、ある一定時間ね、オンの信号を出しますよというものなんですけれども、両方ともスティッキーピストンにすると、このレッドストーンが一定間隔で右へ行ったり左へ行ったりすると。でその間隔はアイテムの多さによって、ホッパー間をね、移動するアイテムの多さによってその間隔が変わるということなんですけれども、今回はボタン操作で一定時間オンを出したいので、片方をスティッキーピストンではなくて粘着、普通のねピストンにすることによって、常にレッドストーンはこっち側にいるということですね。で、この先にね、ちょっとお見せしようか。よいしょ。ここにね、レッドストーントーチがあって、つながるとオンになると、いう感じですね。ここリピーターの方がいいかな。よいしょ。で、ブロックつなげて、リピーターが、今はね、オフになってるんですけれども、それをオンに変えて、一定時間押し潰すという形なんですけど、ちょっと調節が必要かもしれません。ここに来るまでにダメージが多少入ってると思うんで、多分ね、21個から23個のアイテムを入れるとちょうどいいんじゃないかなと思いますけど、ちょっと微調整しますね。ということで、それは OK と。よいしょ。で、ちょっと実際動くか試してみたいと思いますけど、まずアイテムを、一応ね、レッドストーンはいつもこっち側にいるんですよ。レッドストーンブロックはね。で、ボタンを押すと、スティッキーピストンが作動して、今ね、
ここにホッパーに入ってるアイテムはこのレッドストーンのおかげで動かないんですね。向こう側に行かないんですよ、パワーが来てるんで。でこのレッドストーンブロックを押すことによって解放されて向こう側に行くんですけど、こっち側がいっぱいにゼロになるとね、向こう側のピストンがレッドストーンブロックをこっち側に戻してっていう感じでね、タイマーが作動するというシステムです。これは頭いいですね、こういうの考える人は。多分21個ぐらいでいいと思うんだけど、22個からいってみようか。よいしょ。で今動いてますよね。で今ね、全部ねこっち側に吸い出されてますね。スティッキーピストンだったらレッドストーンブロックをこっち側に持ってくるんですけど、今はねスティッキーじゃないのでボタンを押した時のみレッドストーンブロックがこっち側に動くということでタイマーが作動する感じになります。どんな塩梅かなね。これでオンになりっぱなしですよね。で一定時間経つと、下がるということですね。今下がりましたね。これ非常に便利なので、コンパクトで済みますんで、これは覚えておくと結構便利ですね。ちゅうことでですね、今のままでは出てきてしまうので、ゾンビピックマンの赤ちゃんはね、1マス以下のあれなので、ここを塞いで、あとガラスで埋めようかなと思ってます。で、ポーション投げつけて、オーブはここから、アイテムは下のホッパーが回収と。いうことで、こっち側のオートマチックの方とね、ホッパーつなげて、どうしようかな。金の剣とかね、余計なものがいっぱいついてくるんですけど、それはみんなもう海の底に沈めてしまうから。で、選別して、金の延べ棒と、なんだっけ、金のナゲット。金の塊だけを、チェストにしまうという形で、アイテム量を減らそうかなと考えております。ちゅうことでですね、まだ肝心のスポーン部分を一切組み立ててないんですけれども、今回はね、オブシディアン。英語で言うとね、なんて言うんだっけ、日本語だと。黒曜石か。黒曜石はね、一回設置するとなかなか壊せないので、ほんと気をつけてやらないと、もうちょっとミスっただけでもう大変な手作業になるので、ちゃんとね、考えてからやりたいと思います。ってことで、プログレスはこんな感じですね。この後ろにね、ずわーっと、黒曜石のゲートができる形になるんですけど、この上のあたりにね。その前に、ゾンピックマンをここに連れてくるために、一箇所に集めるための水路がある感じですね。その上にゲートがある感じ、ようなイメージでですね。はい。ちょっとクリエイティブでね、作ったやつをお見せしようかなと思っております。あそこにかすかに見えるのがね、後でお見せしますけど、あれがゲートなんですよ。ネザーゲートね。でっかいの。で、今回のプラットフォームはこんな感じにしようかなと思っております。ちょっとここが壊れちゃってるね。よいしょ。サイズとしてはね、横が46?横が46、縦がね、21かな?全部で。違うな、42だね。41か42だね。なので正方形ではないんですけれども、もう非常に広大なスペース。で、ここの黒い羊毛が置いてあるところが、ゲートがこんな風になる感じですね。全部でね、23×23 っていうね、ゲートが最大の大きさなんですよ。出せるね。で、スポーン率がね、なんていうのかな。ゾンビピックマンが出てくる量はゲートの大きさに比例するので、なるべく大きいゲートを設置した方がゾンビピックマンが出てきやすいということなんですけど、一つのゲートがね、だいたい、そうですね、10分で、まあ、10匹、1分間にね、多分1匹か2匹ずつは形だと思うんですよ。それぞれのゲートでね。で、それを、全部で1、これが20なので、全部で40枚。だから、本当に10分間で50匹とか、60匹とか、もうそんなレベルですね。で、ちょっと小さめのやつをね、こっちで動くかどうかっていうのを確かめるために、作ってみたんですね。
これが、ちょっとここラグいんですけど あ、ネザーゲートが近くにありすぎるのと、このね、モヤモヤの多分パーティクルのあれなのかな。ちょっと待ってください。ビデオ設定で処理優先のパーティクル表示を最小にしようか。OK。これで少しまともになるでしょ。OK。で、23×23 っていうゲートが、2枚重なってる感じですね。これ本当はね、もう一段上げようかなと思ったんですけど、そんな黒曜石取れないので一人だと。これでね、だいたい、ちっちゃいチェスト1個とちょっとかな。これ全部立てるのに。なので、まあそんなに大変じゃないですけど、もう半分埋まりましたしね。なので今はここら辺まで作れる感じですね。とりあえずプラットフォーム先立てて、半分でもいいから稼働させておこうかなっていう感じ。で、あとは黒曜石が手に入りして1個ずつ、作っていく感じなんですけど、この1個につきね、2スタックちょっと使うんですよ。この1列につき。うん。で、実際見てみるとですね、よいしょ。まだラグいな。今はなんだっけ、ピースフルになってんだよね。で、ちょっと、ハードにする必要はないんだけれども、変えてみましょうか。これで、ちょっと小規模なんですよ。小規模ってわけでもないけどね。もうすぐ湧いてくるんで、これ放置しとくとすぐに200匹ぐらいになっちゃって、もうクラッシュしちゃうんで、パソコンが。なるべく早く倒さないといけないんですけれども、ほんと経験値トラップとしてもね、十分稼働してくれるんじゃないかと思うぐらい、ポコ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 降ってきます。うん。下にはね、今回のギミックは何を入れようかなと思ってたんですけど、ここはね、ただ単に処理層を作ってるだけなんですが、経験値用のものと、今回はね、自動で殺してくれる心強い味方を下に配置してるんで、ね、私のしもべ、しもべね、ウィザーを倒してくれたしもべを、ここに入れちゃってるんですよ、もう。ほら、いっぱいいるでしょ？こんないらないんですけど、だいたいね、4匹ぐらいかな。1、2、3、4体ぐらいいれば、問題なく、処理してくれてます。で、今回のギミックは、この糸、雲の巣を張ることによって、ゾンビピックマンは、この人たちを攻撃できないけど、下向きに攻撃できないので、この人たちは高さがあるんで、腕をブンブン振り回して、降りてくる途中のゾンビピックマンをみんな倒してくれるわけですよ。ってことで、今そこにはまってますけど、うん。なので、ここはね、ちょっと広くしちゃったんで、でね、この人たちの幅がね、ギリチョンなので、あんまり動けてないので、3×3 ところに3体押し込んで、そこにみんなもう、バシバシゾンビピックマンを落としてみようかなっていう計画なんですね、今回は。ってことで、まあ、この人たちは一切ダメージをほとんど食らわない。まあ、たまーにね、すり抜けたやつと戦った時にベシって当てられますけど、まあ、レアなのでね、そうそう死んないと思いますよ、多分。ね、高速腕振りで、瞬殺してくれるんで、溶岩トラップより早いでしょ、これ。で、落とし物はね、ここにホッパーが設置してあって、ここに溜まるんですけど、だいたいこれでね、20分、25分ぐらい。もうちょっとかな。40分ぐらいだと思いますね。異常なほど手に入るんで、これやばいですね、金塊とか。ってことで、これを経験値トラップにも使っちゃおうということなんですが、ちょっとサバ読んだかな。もうちょっとかもしれないですね、あの量は。50分、1時間ぐらいかもしれません。ちょっと作業をしてたんで。その前のやつもあったかな。ってことでですね、あっちにチェンバーを作ってるんですけど、そうですね、ホッパータイマーと、まあ、これが今回のね、ちょっとごちゃごちゃしてますけれども、実際にお見せすると、今はこれがオンになってる。よし。ここにね、ゾンビピックマンを入れるわけですよ。入れるっていうか、連れてくるわけですね。その他。いたいた。OK。で、ここに、上から降ってくるわけですよ、こうやって。ポコ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 。ポコ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 降ってくると、今は、水路が、
ピストン駆動でね、水路を変更してるんですけれども、この下。今ね、そこ止まってるでしょ、あそこが。今私が指さしてるところ。こっちから見るとわかるかな。で、ちっちゃい子供たちだけ下に落ちてっちゃうんですけど、ここにもね、ほら、いるでしょ。この子たち。この子たちにオートマチック処理してもらうんですが、今、普通の時はね、今、ぴょんぴょんジャンプしちゃってますが、左側にね、よいしょよいしょと流れてってもらって、あそこのチェンバーにね、デスチェンバーに収まってもらいます。こんな感じで。それで、ここまで来てね、ほら、ぴょん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 飛んでるでしょ。水もないのに、なんかすごいジャンプするんですよ、この人たち。なので、一回頭を塞ぐ。で、みんな整列してもらって、仲良く、クラッシュと。カオスでしょ。何人か死にます、多分。あ、死ななかった。お、死なないね。このクラッシュ、あ、さっき調整したからか。1減らしたんですよね。多分21になってるのかな、今。で、ヤッホー。ってことでですね、この、回復のポーションを投げつけると、みんな死ぬということですね。で、今回のやりたいことはこれですかね。すごいな、あんた。あ、なるほど。だからこいつら出てくるんだ。あ、こいつらも使おうか。あそこのチェンバーの横に暗室作ってゾンビも沸かせちゃうって計画はどうだ？それも面白そうだね。っていうのはね、まあ今回やりたいことなんですけれども、クラッシャーの回路は先ほどお伝えした通りのね、ホッパータイマー式のやつですね。で、もう一つのギミックは、水路を変更するというものですけど、これは村人の交易センターであったのとほとんど変わらないですね。で、今は蜘蛛の糸がないですけれども、それでももう的確に縛いてってくれてるんで、ただね、一人だと、多分物量に押されてね、殺されちゃうと思うんですよ。ちょっとやってみようか。おら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 。何人倒せるかな？君は。フルオートマチックに耐えられるか？もう多分やられちゃいますね。もうやられちゃいますよ、多分。頑張ってるけど。やられてる。やっぱり早く落ちすぎ、そうなんですよね。早く落ちてきすぎなので。なので、私は、人数を増やすのと、このね、蜘蛛の巣を使うっていうことで、ちょっとそれを解消しました。ただ、蜘蛛の巣がね、廃校にしかないと思うので、シルクタッチでしか取れないので、それを考えるとですよ、どうしようかな。廃校は見つけるのそんな難しくないと思うんですけど、ちょっとこれで試してみる？ちょっと待って。これね、ここに入ると攻撃できないんですよ。これじゃ2マス範囲なので、こうするよね。よいしょ。で、鉄のブロックとパンプキンを出してもらって、これはね、自分で追加投入しないといけないので、あんまり死んでもらいたくない。まあ、鉄はね、無限に出せ、無限っていうかね、まあ、半分無限みたいなもんなんで、いくら別に使おうと何の問題もないんですけど、多分このサイズだったら2人いれば十分なんじゃないかな。3人一応置いときたいところだけど。よし、大丈夫。あ、この人五輪銃かな？この人五輪銃っぽい。ブロック置ける場所ある？やっぱ上から落とさないとダメか、これ。この人多分ね、死んじゃいますね。3×3 は辛いか。先に作って入れないとダメだね、上から。ちょっと待ってね。この人はもう救助不可能みたいだね。どうしようか。鳥も逃げたことだし、じゃあ見てみましょうか。かなりダメージを負ってる子たちですけど、まあしょうがない。で、そこに設置。ここに設置すると多分詰まっちゃうんですよね。なので、調節しながらですけど、よいしょ。
で、この子たちも行った行ったもう。そこの人たちはね、ここ塞いでなかったので多分やっぱり詰まってるんだ。オッケー。今は、右にしか行けないようになってるんですが、そこもちょっと変えた方がいいのかな。どうだろう。水路狭いんでね。ただ22にするとちょっとね、ピストンがめんどくさいんですよね。今度はおら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 、耐えられるかな、あの3匹で。 3×3 のスペースにはちょっと厳しいかもね。3人以上はすごいことになってるすごいことになってるよ。ちょっとここ開けて様子を見てみましょうか。ほら、やられてるやってるやってる。あ、3人で十分だね、多分。すごい勢いで倒してるよ。あの、高速腕振りをやると多分すごいね。瞬殺ですもんね。頑張れ頑張れ。そう、これがね、オートキーイングシステムですね、私の考案のあー、で、あの、アイアンゴーレムはディスポーンしないので、あの、プレイヤーから離れてもね、それが利点ですね。あの、ライン、なんていうの?ラーバみたいなもんです。溶岩みたいなもんですよ。生きてる。すごい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 。あんだけいたのにみんな倒しちゃったの?あ、まだ詰まってる?そこ詰まるね、やっぱね。でも後ろからバンバン、あの、ゾンビピックが来るんで、多分大丈夫じゃないかな。ここが空いてるせいもあるんだと思うな。で、そこで頑張っちゃうわけね。あ、なるほど。あー、なるほどね。まあ、それはしょうがないよね。それはしょうがない。次々と投入してみようか。極限まで。多分ね、100の単位で襲いかかってくると思うんで、ほんと、半端ない脇のレベルなんで、どんどん入れてみよう。ほんと、ポコ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 ってきますから。どうだどうだ、これで。そこ、すごいことになってるよ、多分。すごいことになってる。これを処理できるのか、彼らに。すごい頑張ってる。下ですげえ頑張ってる。すっごい腕振ってるよ、みんなで。あ、すごい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 。下に金の塊がいっぱいあるけど、そうですね、まあ、これだったら多分3匹で十分かな。ダメージ食らってる様子もなさそうですしね。この蜘蛛の糸をね、廃校で見つけてくるっていうのがミッションですね、とりあえず。